は2021年9月14日でございます。今日の活動報告をさせていただきます。はい、お願いします。今日は、三つの神社さん、代々木八幡さん、鳩ノ森八幡さん、近野八幡さん終わらせていただきました。ありがとうございます。終わりさせていただいて、その後、あとキラー通り、青山通り清掃活動させていただいて、ありがとうございます、はい、そして、こちら渋谷区の、聖火リレーのボランティアのユニフォームを渋谷区役所さんで受け取らせていただきました。ユニフォーム、帽子と、あとこちらピンバッジもいただきました。はい、そして、しげさんに戻り、本日もパラリンピックの冊子を作らせていただきました。めちゃお願いします。こちらをもとに今日はこちらを作りました。よりグレードアップしたものができております。パラリンピックの絵が載っております。以上、本日の活動報告でした。ありがとうございます。